我々は木星から離れ、途中ゲイル・ロズがある方向を意識しつつ土星の輪に到着した。テスト場にはすでに基地建設システムの技術者を乗せた艦船が到着していた。我々がテストを開始しようとすると、地球連合軍の艦隊が現れた。彼らも土星の輪の小惑星を使って簡易要塞を作ろうとしている。私は基地建設と艦隊展開をバランスよく使うことを考えた。基地と艦隊の長所を生かせれば理想的だ、などと一人窓の外に浮かぶ土星の姿を見ながら考えていた。もしかしたら連合軍側にも今の自分と同じように土星の姿を見ながら日誌を書いている人がいるかもしれない。私は不思議な親近感を覚えたが、気を引き締め直し全艦に戦闘準備を命じた。作戦エリアに到着しました。提督、艦隊の布陣をお願いします。それでは提督、お願いします。提督、提督、敵影を発見しました。
しました。遭遇しました。
遭遇しました。提督、この作戦エリアを鎮圧しました。我が軍の勝利です。地球連合軍の簡易要塞の攻略に成功した。ゲイル・ロズに報告をすると、強
拠点に祈祷せよとのこと。祈祷といっても初めて訪れるのだから帰るも何もないのだが、とにかくほっとした。明日にはゲイルロスに到着する予定だ。それにしてもこれまでいろいろなことがあった。今まで生き延びてこられたのは部下たちの働きのおかげだ。私は明日に備え眠ろうと思った。不安で眠れそうにない。緊張してとても眠れる心境ではなかった。私は乗組員たちと飲み明かすことにした。パイロットの一人がエウロパから持ってきた氷でロックを飲み比べた。その時クロフォード中尉が急報をもたらした。ゲイル・ロズが地球連合軍の強襲を受け現在交戦中であるという。隊員たちに衝撃が走った。艦隊の速度を上げ直ちにゲイル・ロズに向かうことにした。